え、すごい。なに？え？制服ですか？え、すごい。え、かわいい。セーラー服。え、バッグかわいい。こんにちは、みなみです。やっほー、さくらです。こんにちは、ぬぬです。どうも、いやです。ピンポン。はい。すごい量の可愛い制服があるんですけども、今日の企画はですね、ねねちゃん中学卒業です。おめでとうございます。それと同時にメルプチもね卒業なんですよ。ちょっと中学まででメルプチ始まってすぐに卒業なんですけどね。よし。今日の企画はこちらです。 K-POP さんでねねちゃんの制服コーデを選んでいきたいと思います。すごいね、可愛い制服があるんですけども、ねねちゃんの高校にね上がる、なんだろう、普段着れるこうねねちゃんの高校生に向けた制服コーデを選んでいこうと思います。それではやっていこうと思います。レッツゴー。めっちゃ可愛いよね。このデザインは、ねねちゃん何色が好きなの？なんかベージュとか赤とか暖色系好き。あれこれね。あ、これかな。姉ちゃん何でもいいよ。姉ちゃんスタイルがいいから。どうしよう。え、それめっちゃ可愛いと思う。シャツがめっちゃ。色がね、すごい可愛い。これ、いくらです。990円。え、そう、シャツ990円。2990円。本当に生地もとかもしっかりしてるし、これがなんかめちゃめちゃ種類ある。すごいよ、ブレザーもあるんだ。ゆないつもこんなんですよね、学校が。グレーとか着たことない。めっちゃ好き。すごい。おー、かわいい。これあれだね、学校とか終わった後にポッ来たりとか。私はスカートをまず選ぼうかなと思います。スカートの柄に合わせて他を決めたいと思います。ベスト、あ、ベストかわいいね。かわいい。いや、最初これ薄い生地の長袖かなって思ったらベストだった。かわいい。これシンプルでかわいい。かわいい。靴がね、すごい軽くて、ローファーってすごい重いイメージだったんですよ。すごい、本当に軽いんです。しかもなんかこれ丸洗いできるそうなので、なんか汚れても洗えるので、このまま、すごいいいと思います。じゃあ続けて選んでいきます。さて、ゆなちゃんはこれが好きって、だからあのやつかわいいって言ってた。ゆなちゃん聞いちゃったから。はい、制服が選び終わったので早速着替えていきたいと思います。ゴーゴーゴー。私が選んだコーデのポイントをちょっといくつか紹介していこうと思うんですけども、こちらのグレーのブレザーはですね、雨が降ってもなんとね、撥水加工付きでして、こう濡れても水を弾くようになっている感じですね、こちらのブレザーが。それでですね、こちらのワイシャツなんですけど、結構女の子がね気になるプライバシーのところなんですけど、しっかり透けないようになっているので、すごくいいワイシャツなんじゃないかなと思います。で、こちらのネクタイはですね、私もネクタイ結べなくて、でこれホックねできるネクタイなので、簡単にできていいんじゃないかなと思います。デザインもすごく可愛くて大人っぽくて好きです。でスカートなんですけど、スカートが防菌防臭で、こう匂いとかがねつかなくて、もうずっといい匂いのスカートで、すごくいいんじゃないかなと思います。で、こう結構王道なコーデですね。
で最後ローファーなんですけど、ローファーがですね、なんと丸ごと洗えるローファーなので、結構雨の中走ったりしてローファーが汚れてもこうそのまま洗えるので、すごく便利だと思います。はい、こんな感じです。ということで、私は今回トレンドを重視してコーデを決めてみました。そして中高生に大人気のブランドフィラさんを靴下と T シャツとバッグで使わせていただきました。はい、で赤とかも入っているのですごい元気な感じのコーデになりました。今回私はナフでおしゃれなコーデにしてみました。ゆるい感じの以上、さくらが決めた制服コーデでした。バイバーイ。はい、ということで私のコーデはまずこのね、赤のリボンとあとピンクのシャツと白いニットと、あとはこのスカートを合わせて、もう女の子らしいガーリーっていうね感じでモテコーデを作ってみました。めっちゃモテそうなって可愛い子が着てるような感じです。可愛いでしょ。でこのフィラのリュック、めっちゃ可愛くない？高校生で荷物が多いと思うんですよ。でしかもこのフィラ、ね、今流行ってるし荷物もたくさん入るし、めっちゃおすすめです。可愛いです。で、ね、この靴下は紺にして白とかにしようかなと思ったんだけど、ちょっとここは塞いで紺色にしました。ありがとうございました。バイバーイ。私の制服のポイントなんですけど、スカートがゆなちゃんと一緒のスカートなんですけど、このカーディガンはですね、みなみちゃんの白のベストに加えてワンポイント付け足したいなと思って、あとさくらちゃんも参考にして赤と紺の線が入ってるちょっとフィラーっぽいやつを選びました。こんな感じです。
さらにですね、なんと4月末までに5000円以上お買い上げになるとですね、自分の好きな制服が 10% オフで買えるみたいなので、皆さんぜひ4月末までにお買い上げになってみてください。そしてですね、新しいカタログもできたみたいなので、チェックもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ねねちゃん、卒業おめでとうございます。おめでとうございます。皆さんもよかったら、この可愛い制服がたくさんある K-POP さんで、ぜひ制服コーデを組んでみてください。はい、はい、今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。お絵かき対決をしていこうと思います。